それにしてもこのデルタボックスとやら一体何なのか。さあな。我々の方でも研究は続けていますが、これといって進展は。まったく、この忙しい時に厄介なものを押し付けてくれたものだ。そういうな、ラル。しかしだな、こいつのせいで貴重な時間がどれだけ失われたと思う。だが、そのおかげで得られたものもあるはずだぞ。皆さん。お？デルタボックスから闇の波動が。いけない、皆さん離れて。遅い、ここは俺の鎮静の力で。おお、闇の波動が。雨の属性の力で鎮静化し、発動を抑えられるのか。ダメです。完全には抑えきれていません。まさかこれほどのパワーとは。みんな無事か？はい。ああ、なんとかな。一体どうなったんだ？デルタボックスには特に反応がありません。誰も囚われていない。発動を抑えられたのか？いや、完璧にってわけではなさそうだぞ。と言いますと？で、デルタカテーナです。まさか。どうやらそのまさかみてえだな。デルタカテーナ、スキャニング終了しました。これは。どうやらおしゃぶりのようだな。人間以外がボックスに囚われるという現象は初めてのことです。バカな。こんなもの、俺が叩き割ってやる。お待ちください、デルタカテーナに闇の波動の反応が。相変わらずおてんばが過ぎるみてえだな。こら。やっぱりな、おめえが来ると思ったぞ。そんなバカな。何がバカだ、こら。おいラル、お前アルコバレーノの力を使いやがったな。それがどうした。俺が何をしようと俺の勝手だ。勝手なもんか。俺は生きてほしいんだ、お前にな。な、あの時も俺は言ったはずだぜ。こら、静かに女らしく暮らせってな。ああ、確かに言われたな。だが俺はそれを了承した覚えはない。俺は俺が必要と判断した時にこの力を使う。呪われた力であろうとな。やれやれ、相変わらず強情な女だな、こら。俺のことは放っておいてくれ。はい、そうですかってわけにはいかねえぜ、こら。ではどうしろと。そうだな。おい、両兵。なんだ、師匠。ラルとちょっと戦え、こら。おい、極限に戦うぞ。ちょっと待て、なんだそれは。俺の育てたこいつが勝ったら俺の言いつけを守れ、こら。その代わりお前が勝てば俺はもう何も言わないぞ、こら。俺の教え子である貴様が育てた生徒と戦えだと。俺をバカにしているのか。そいつはどうかな。こいつは俺の育てた最高傑作だぞ、こら。そうか、そこまで言うならやってやろう。だがお前の思うようになると思うなよ。望むところだぞ、こら。俺の極限を見るがいい。すぐに終わらせてやる。相手になってやる。くらえ。
そこだ。負けが。俺としたことが甘い。そこだ。負けが。やり。まだだ。負けられ。やりすぎか。遅い。傭兵ファイト。甘い。そこだ。負けが。やりすぎか。傭兵ファイト。狙いは外さないぜ。勝負あったな。どうだコロネロ、満足したか。師匠すまん。気にするな。こら、やはりお前にはかなわないな。だが両兵は負けたが、俺が負けたわけじゃないからな。こら。なんだと。なんならコロネロ、直接俺と一戦やるか。やめとくぞ、こら。ほほう、怖くなって逃げ出すか。違うぞ、こら。もう何も言わないと約束したからな、こら。急速に闇の波動が減退していきます。待て、まだ何も話していないぞ。おい、なんとかならんのか。なんとかと言われましても、私にはどうにも。ラル、聞け、こら。俺はそのおしゃぶりなんか、どこかに捨てちまってほしかったが、どうやらそいつは無理みたいだな、こら。ああ。まあいいさ。お前の覚悟を見ることができたからな。待て、消えるな。最後にこれだけ言っておくぞ、こら。どんな手を使ってもいい、ラル。お前は生きろ。いいな。わかっ。コロネロ、待て。闇の波動、完全に消失しました。ああ。ラル、大丈夫か？ああ、大丈夫に決まっている。俺たちに残されている時間は少ないからな。立ち止まっている暇なんて少しもありはしない。ああ、そうだな。行くか、俺たちの生徒のところへ。ああ。